どうも柴です。そして今日のお夜食さんは天下一品ということで、ちょっとねお腹すいたんだ。夜中になるとねお腹がすく。これねもうほんまデブのね食生活なんですよ。ということで今からねデブ活していきます。では、いただきます。乾杯で。はい、ということでできました。こちらがですね、牧竜天一角煮がここにドーンといましてね、卵がね、こんだけおって、で、この天一のね、あっさりチャーシューにメンマにネギドカーンということですね。今日ちょっとネギ引き換えめ、その理由は後からわかると思います。で、ご飯です。これはデブになるやつだな。いただきます。ではでは、スープから味わいますか。このこってりスープがたまらん。いただきます。
うまっ、うますぎる。と麺行きたいねんけど、麺行かれへんから麺も行こう。麺つながりで、カロリーは爆弾の3000キロカロリー。麺出てきた出てきた出てきましたで、うわお、沈んでる沈んでる、うわお、ね、でかくするとね、これがあるからね、これ最後まですすられへんぞ、これこの状況じゃ、上にいっぱい乗せすぎて。よし、これやっていけるな。じゃあいただきます。うんまっ、夜中に割る僕、めっちゃうまっ。みんなごめんね、夜中にこんなことしとったね、ほんまあかんよ。卵、卵いきましょう。うん、これといって卵は味ないですけど、ラーメンといえば卵でしょ。チャーシューに麺巻いて、うわーうまいな、これ絶対うまいな。悪やなこれ、さっきは悪しか言うてないんだよ、まあ悪いかなこれ、もうこいつも悪い、めっちゃ悪い、みんな悪い。これ、ね、脂質のプールにね、脂質がおるっていう、もう悪すぎる。ほんでその中に炭水化物がお風呂に浸かってるっていうね、めっちゃ悪いでしょ、悪すぎだ。キャー、でんいちのこのね、ちょっとしょっぱいスープにね、この角煮の甘さ、これが合う。角煮ってあんまり知らないでしょ。あのね、本店にはあります。あのね、僕ね今めっちゃ汗かいてる。これラーメン動画撮るんってめっちゃ難しいんですよ。またエピソードみたいに出すかもしれないですけど。ラーメンってスピードが命なんですよ。だからね、この動画でここに行くまでものすごいスピードを要するんで、だから僕も最初に具を切って、で、スープも温めて、で、麺と同時にもう全部やるみたいな、ダッシュで。んで、ダッシュでやって走りながらこっちに持ってきて、サムネ撮って、で、カメラも三脚にそこに置いて、ね。ほんならもう汗めっちゃかいてますわ。けどね、うまい。うん、まあ、裏側やばい。こうやってめっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しくて今美味しく幸せで食べてんねんけど、その裏ではもうアヒルですよ。水面優雅に泳いでるから、足ドワーなってるみたいな。そんな感じ。おいしょ。もうね、めっちゃ減ってきました。まあね。多いね。3玉は多い、やっぱり。うん。いつも、定位置僕ね、波3つぐらいがちょうどいいと思うんですけど、あ、今日波3つや。ちょうどいいわ。今日ね、多いのはご飯。今日ご飯調子乗っていったから、めっちゃ結構お腹いっぱいになってきたもん。じゃあ店で食えよってなるでしょ。これができん、これビール。結構電池って好み分かれると思うんで、美味しくないと思う人は絶対美味しくないと思うし、美味しいと思う人は絶対美味しいと思うし。体が熱いぜ。でね、僕は今日何がしたかったのか、ちょっと試してみたいことがある。ここにご飯を入れてチーズを入れて食べると美味しいのではないかということでやってみます。まずですね、ここにご飯を入れます。このご飯を入れて慣らして、で、ここにちょっとさ、このニンニク味噌、これを入れてちょっと慣らして、で、チーズ、これでレンジにドン。どんぐらいできるやろ。美味しいかまずいか知らないよ僕。なんかいけてるっぽい。お、できたっぽい。あったったやで。ではできました。見ていきましょう。まあ、見るも何もって感じなんですけど、これを
あれ、あんまりっすね。僕の想像してたみたいに伸びないっすね。僕の想像してた感じではないけど、ちょっといただいてみよう。これしくったな、僕多分。スープ熱々やの。このチーズ溶けるチーズちゃうわ、多分。お。違う。ご飯がちょっと冷えとったから、ぬくもってなかったんだ。もう混ぜちゃうね。感想言っていい。めっちゃうまい。何これ、悪すぎる。うわっ、めっちゃ美味しいっす。あのね、まあ見た目もうおじやみたいになってるんですけど、まあおじやなんですけど、ここからのニンニク味噌めっちゃ美味しい。神アクセントになって、意外にね、天地のスープとチーズがめっちゃ合います。もともと結構塩辛いところにね、チーズが合わさって、なんかすごいマイルドになったというか、チーズのほら臭さもないし。何これ、みんなやってこい。おいしい。確実にデブになるけどね。うまっ。超お腹いっぱい。夜中に食う量じゃない。ごちそうさまでした。店じゃちょっとできへんと思うけど、まあ、家持って帰って、一人前で残ったスープで、ご飯ちょっと入れて、ニンニク味噌か、一個入れて、チーズ引いて、ほんでレンジドーン食べると、めっちゃ美味しいっすから。ぜひともやってみてくださいってことで、ごちそうさまでした。何してんの？何してないってそれ、食べてるよ。ちょっと食べたい。ちょっとでそのさ、使わんで。ちゃんと片付けてよ。片付けます。